リビクの裏技、リビクの裏技お願いします。リビクの裏技を教えてください。リビクの、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 リビクの。So hello and welcome guys, welcome back to my channel. My name is Veg King and we are looking Veg King channel. みんなすごくリビングの裏技を教えてくださいって言ってたので、今日リビングの裏技です。めっちゃすごい裏技を教えてるし、木に登ったりとか、そういう裏技もあるので、最後までご覧ください。はい、最初の裏技です。最初の裏技なんですけど、リビングのこのウェアハウスの上に簡単に登れる裏技です。実はこれ教えたのエルドーガさんなので、本当にありがとうございます。はい、やり方はここ登ってください。そしたらあっちの方に行って、新しいアップデートで物資とか呼べるようになったので、あれを呼んでください。はい、こんな感じに物資下落ちてきたら、この家登るだけです。ご覧ください。簡単にこの家登って、もう一回この家登れば、このウェアハウスの上に登れます。ここ来たらみんな分かってるよね。めちゃめちゃ簡単に敵をダウンすることができます。普通にここにいるって思わないからダウンすることができます。はい、次の裏技です。次の裏技、エレングルのミルタリーベースにできます。まだリビングにできる裏技もまだあるので、最後までご覧ください。まずはこのタワーに結構来てますよね。もちろんヘッドショットもしたいので来てますよね。その時って敵がそういう風に詰めてきたら、結構焦りませんか？どうしようどうしようってなりますよね。その時どういう行動すればいいのか、簡単に言っちゃった。ダウンし方を教えます。はい、やり方です。やり方はこんな感じに横ジャンプしてください。そしたら FPP にしながらあっち行ってください。なぜ FPP っていうと、そうしないと下落ちチャンスも多いので気をつけてください。そしたらここ来たら皆さん結構強いです。簡単に敵来てもここ見えないんですよ。寝てるからここにいるって見えないから、簡単に敵をダウンすることができます。はい、次の裏技はリビングにできます。このリビングのこの屋根の上って結構敵いますよね。もちろんいることが多いです。その時簡単に階段なしで詰めていく方法を教えます。敵もサプライズになると思うので使ってください。はい、やり方は横ジャンプしてください。そしたら簡単にこの上ジャンプするだけです。簡単にこの上登れて、この敵もダウンすることができます。敵もこっちから来るって思わないから、簡単にダウンすることができます。ぜひ1回ぐらい使ってみたらどんだけ強いのか分かるので使ってください。はい、次の裏技です。次の裏技もリビングに行くせ、この屋根の上に簡単に登る裏技を教えます。ここも結構敵来ますので、1回この屋根の上に登れたら結構敵をダウンすることができて、結構キール取れますのでご覧ください。ちなみにこの裏技を教えてくれたのはエル動画さんなので、本当にありがとうございます。はい、やり方を教えます。新しいアップデートできた物資呼べるやつを呼んでください。はい、そしたらこの上登って、またこの上登ってください。そしたら簡単にこの上登ることができます。ここ来たら皆さん普通にこう来れないから、また同じことなんですけど、簡単に敵も分かんないので簡単にダウンすることができます。結構キール取れるので、何キールしたかまたコメントで教えてね。この前の裏技の動画で34キールした方もいたので、それを超えるように頑張ってください。はい、次の裏技はこの家の中に階段なしで詰めていく方法を教えます。結構アンチになるんですよね、ここだから使った方がいいと思います。ここ来てください。そしたらまた上登って簡単にあっちの方行ってください。そしたらここ来たらみんな分かってるよね。煽ってもいいし、簡単にダウンしてください。煽るのはやめて俺だから簡単にダウンしてください。結構強いのでぜひ使った方がいいと思います。やっぱり使ってみないと分かんないので使ってください。はい、次の裏技です。次の裏技はリビングにできます。来ました。木の上に登れる裏技です。これはマジで強いです。エル動画さんと僕どっちもやってみたんですけど、どっちも登ってバレるかどうかやってみたんですけど、マジでバレません。絶対使ってください。これ使ってみないと分かんないので使ってください。バレませんので使ってね。使ってねって言ってもやり方教えてないので教えます。まずここエル動画さん見てください。これマジで分かりませんよね。さっきずっと俺ここ見てたのに、ここにいるっていうのを分かってないよね。だから使った方がいいと思う。やり方教えます。はい、やり方はこんな感じにジャンプしてください。そしたらここ気をつけてください。少しずつ上登ってください。ここ落ちチャンス多いので少しずつ登ってください。そしたらここ来たら簡単にこんな感じで
ピックとかしてもいいし、スコップとかで覗いてダウンすることができます。これ使ってみないと分かんないんですよ。もう何回も言ってるんですけど、使ってみないと分かんないので、ぜひ使ってください。結構強いのでバレません。バレずにキルすることができます。はい、次は裏技ではなくこのバグでも自分がするんじゃなくて、なんか PUBG でよくこのキャラクターになってるバグってありますよね。今ご覧ください。このバグ、横とか行こうとしてもこんな感じに動くんですよね。なんか気持ち悪いですよね。これどうやって直そうかなってずっと思ってたんですよ。いつもこのバグなっててめんどくさかったんですけど、俺の動画見ればもう PUBG でできないことないじゃん、だから見てって言ってんじゃん動画がね。はい、やり方を教えます。やり方は一回寝るだけです。そしたら治ります。こんな簡単に治るので、もしこれ少しでも助かったなって思ったらグッドボタンと登録は忘れないでね。皆さん、新しいゲームやりたいなと思ってますよね。このチャンネルご覧ください。新しいゲームとかの動画上がってるので、結構いい動画とかあります。リンクは下あるので後で見てね。はい、後ろに流れてるこういう面白い動画って見たいですよね。見たいならインスタグラムとかツイッターとか TikTok のリンク下貼ってあるのでフォローお願いします。こういう面白い動画出してるのでフォロー忘れないでね。L 動画さんのインスタグラムのリンクも下貼ってあるのでフォローお願いします。結構面白い動画出してるのでフォローしてね。ということで、みんな最後まで見てくれてありがとう。それでまた今度。それまでじゃな。